はいどうもこんにちは、日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということで本日もやっていきたいと思いますけども、今回はですね11月18日本日より登場のアイコニックモーメントを紹介していきたいと思います。で、今回はこちらの4選手が登場するということで、個人的にはかなり激アツなんじゃないかなと思いますね。特にメッシに関しては復刻は初ということになりますんで、持ってない方は今回の獲得チャンスぜひね活かして取っていただければと思いますけど、他はプジョル、イニエスタ、チャビ、こちらの3選手が登場するということになりましたので、早速メッシの方から見ていきたいと思います。それでは見ていきましょう。どうぞ。まずはリオネルメッシということになりますけど、このメッシに関しては PS4 版で、まあ、先行配信というか特典ですね、そちらでゲットできたメッシになるんですけど、まあ、ゆくゆくアプリにも出てきたメッシということになりましたね。で、このメッシがアイコニックモーメントの中では個人的に一番強いんじゃないかなと思います。というのも能力値がめちゃくちゃ高いんですよね。通常と比較した際にもオフェンセンス1だったり、スピード瞬発14、16、特にこのスピ瞬がほぼほぼ完走している点はかなり大きな部分かなと思いますし、キック力89であったり、あとはメッシに関してはスタミナがね、やはりかなり低く設定されていますんで、後半はまあ使えないなという印象なんですけど、このメッシに関しては96という この若い19歳のピチピチのスタミナがね、96というところに現れてるんじゃないかなと思いますが、来作ライブアフで B 固定かどうか分かりかねますが、このコンワン8しっかりあるというところはかなり評価できる点かなと思いますね。レベマ総合値は102ということになっていまして、いやかなり高い総合値になっていますね。で、スキル面で見た時にはキャプテンシーがなくなって足裏コントロールが追加となっています。まあスキル面で見た時にはそこまで、変わったところはないかなと思いますけど、まあワンシューワンパスルパスダブルタッチ今回ミドル、まあこれのスキルかなりありがたいですね。まあ、プレイスタイルはチャンスメーカーのままということになりますけど、メッシに関してはまあ前回のアイコニックとの比較ですね、こちらを見ていきましょう。まずは2月4日の週間FPとの比較になりますが、どうですかね。スピード以下がまあプラスということになっています。決定力に関してはマイナス1ということになっていますが、まあ上の方ヘディング以外はほぼほぼ誤差かなと思いますし、下の方の能力値はまあプラスされているということになっていますんで、まあメッシね、アイコニックモーメントを使っていただければと思いますし、アプリの方で出ているプレイヤーバックのメッシですね、こちらに関しても決定力だったりヘディング、ジャンプ、空中戦の能力値というところで見ると左のメッシの方が高く設定されていますが、他のところスタミナだったりスピードの部分ですね、ここら辺に関してはかなり高く設定されていますので、やはりチャンスメーカーとして使うと今回のメッシかなと思います。ただまあプレイスタイルがね、変わっていますので一概に言えないところはあるかなと思いますが、ただまあ今回のメッシの強いんじゃないかなとは思いますね。続きまして、こちらはエルクラシコのメッシになりますけど、こちらに関しても決定力以外はプラスということで、そのプラスの上げ幅というところで見てもかなり高く設定されていますんで、やはり今回のメッシ使っていただければと思います。ただ、このエルクラシコのメッシに関してはインサイドレシーバーということになりますので、ご注意いただければというところですかね。続きましてセンターバックプジョルになりますけど、プジョルに関してはまあレジェンドを出ていますので、こちらと比較しながら見ていきたいと思います。能力者はご覧の通りということになりましたね。どうですかね、まあオフェンセンスだったり決定力、特にセンターバックとして決定力80台に乗せているというところはなかなかないんじゃないかなと思いますし、他のところで見てもヘディングだったりディフェンス能力ですね、特にディフェンスセンスがプラス3というところがかなりありがたいのかなと思いますけど、まあレジェンドと比べてもめちゃくちゃ強化されているというわけではないのかなというのが個人的な印象ですね。ただスキル面で見たときワンタッチパスが追加となっています。まあこのワンパ追加というところはかなりありがたいですし、やはり両ラテラルサイドバック行きますんで、これはかなり評価できる点なのかなと思います。プレイスタイルはハートプレスのままということになりますけど、まあレジェンドを持っていてこのアイコニックを持っていない無課金だったり美課金の方は無理に個人的には狙いに行く必要はないのかなとは思いますね。ということで、前作で出ているアイコニックプジョルと比較していきたいと思いますが、能力者の比較はご覧の通りということになっています。やはり得点能力で言うと、今回かなり高く設定されていますが、スピード瞬発であったり、スタミナの部分ですね。特にラテラルで使った時に、このスタミナの低さというところがかなりネックな部分かなと思いますんで、個人的には前作のプジョルの方が強いんじゃないかなと思います。ですので、前作のプジョルを持っている方は、今回のプジョル狙いに行く必要ないのかなと思いますし、まあこのバルセロナアイコニック引くのであれば、やはりメッシの方のパックの方がいいんじゃないかなとは思いますね。
続きましてアンドレスイニエスタ見ていきましょう。イニエスタに関してはチュパチュパイニエスタの方が登場ということになりましたね。個人的には前作のイニエスタもね、出してほしいところなんですけど、このイニエスタに関してはオフェンスセンスだったり決定力がかなり高く設定されています。ともに88ということで、2列目の選手としては得点能力しっかり、設定されているかなと思いますね。スピード瞬発はプラス1プラス2で80、84というところであったり、キック力に関しても4つ上がって80代後半まで乗せたということになります。ただですね、スタミナに関しては31歳ということでマイナス4という結果になってしまいました。このスタミナの低さというところが若干ネックな点ではあるのかなと思います。で、あとは今作はライブアップで B 固定なのでいいかなとは思いますが、来作もしかしたらライブアップで B 固定がなくなるというところを考えると、このコンワン5というところはまあいただけないなという印象ですね。スキル面で見た時にはダブルタッチとワンタッチシュートが追加ということで、この2つのスキル追加はかなりありがたいですね。もともとワンパだったりスルーパス、まあパス系のスキルはかなり多く持っていますんで、このダブルタッチワンシューが追加というところがかなり評価できるこのアイコニックモーメントになっているかなと思います。ということで、前作で出ているイニエスタとの比較見ていきましょう。ご覧の通りですね、オフェンスセンスだったりキック力、ボディコンに関してはプラスという結果になっているんですが、フライパスだったり瞬発力で下の方ですね、ディフェンス能力だったりフィジカルコンタクトはマイナスという結果になっています。特に個人的にはフィジカルコンタクトが6つ下げられたというところがかなり痛い部分かなと思いますんで、いや個人的には前作のこのイニエスタの方がいいんじゃないかなと思いますね。ただ今作に関してはワンタッチシュートが追加されているというところで、ここらに関してはまあ評価できる点なのかなとは思います。続きまして、ヴィッセル神戸の FP として出ているイニエスタとの比較も見ていきましょう。まあこちらに関してはアイコニックの方がかなり高く設定されていますんで、アイコニックモーメントを使っていただければと思いますが、まあフライパスだったり、あとはヘディングプレースキック、ジャンプ、フィジカルコンタクトに関しては前回の方が高いという結果になっていますね。まあただスタミナの部分であったり、2列目の選手、そしてワンシューが追加されているというところを考えると、まあバルサのね、イニエスタ使っていただければと思います。続きまして、チャビ見ていきましょう。チャビに関してはね、今週末、初陣になりますので、かなり、楽しみな一戦になりますね。かなりいろんな選手のね、移籍の噂もあるんですけど、まあ、誰をね、獲得するのか楽しみなところではあるんですが、で、このチャビに関しても2回目の登場ということになりますが、まあ、通常のレジェンドと比較すると、かなり能力者プラスという結果になっていますんで、まあ、レジェンドと比較すると、間違いなくこのアイコニックモーメントを使っていただければと思いますけど、まあ、どうですかね、プレイメーカーの選手としてはディフェンス能力はね、足りないなという印象ですんで、 OMF だったりセンタロールミッドルフィルダーで使うのが安定なのかなとは思います。ということで、前作で出ているチャビと比較していきたいと思いますが、もうこう見ても一目瞭然ですね。アイコニック1回目よりかはアイコニック2回目の今作の方がかなり強く設定されていますんで、ぜひ今作のチャビを使っていただければと思います。はい、ということで本日はですね、メッシが布告となりましたバルセロナアイコニックモーメントを紹介していきましたけども、いかがでしたでしょうか。まあメッシに関しては持ってない方はぜひ獲得していただければと思いますし、他の選手で見てもまあイネスタだったりプジョルに関しては獲得ありなのかなと思いますんで、ゲットしていただければと思います。はい、ということで本日はこの辺に終了していきたいと思います。最後にチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。では